皆さんどうもこんにちは。今回もペーパーマリオ RPG の続きからやっていきます。俺はマイケル、お前と同じこの機械室のメンバーだよ。はい、柄が悪そうね。よろしくな。まあ仲良くやっていこうぜ。仲良くボコボコにしようってこと？仲良くする気ねえだろ。こいつはオクトール。よろしくボム。あいつは火がついたらヤバそうだな。せっかく知り合ったのだからお前にアドバイスをしてあげるボム。キノコシコはもう言っていたけど、社長から出る条件はなるべく守った方がいいボム。条件をクリアできなければ、たとえバトルに勝利してもランキングは上がらないボムよ。なるほど、ただ勝てばいいってもんじゃないのね。でもってこいつはプロッツ。へへへ、よろしくな。あまりこの部屋にはいねえけど、見かけたらいつでも声をかけてくれ。そうそう、部屋とベッドで眠れば HP と FP がバッチリ回復するぜ。チャンピオンの部屋のふかふかベッドと違ってスタートアームでは回復しねえけどな。チャンピオンのベッド回復量エグいんだね。最後はこいつはガンガンだ。ふん、仲良しごっこは好きじゃねえ。これが今のこの部屋のメンバーだ。何かあったら俺たちに聞いてくれ。みんなライバルなのに随分と親切にしてくれるね。なんだか裏があるんじゃないかって勘ぐっちまうな。ということで早速エントリーして試合に出てみます。お題はこうやって出題されるんだな。こういう条件付きのバトル嫌いじゃないわよ。偉そうだな。これなら簡単、サクッと終わらせましょう。最初だからお題が緩いってのはありそうだな。クリボーよ、雑魚の中の雑魚、キングオブ雑魚ってこの本に書かれているわ。めちゃくちゃ失礼な本だなそれ。キングオブ雑魚、撃破。一瞬で決まった。いいな、グレートボンダです。そういやそんな名前だったね。大したことないわね。順調に勝ち進んで階級が上がりました。今のところ何の問題もないな。早くしなさい。あれ？戻ってきた？あれだけ立ち入り禁止の場所に入ってはいけないと言ったのにまた入ったのですね。ぽよぽよじゃん。誰だよプロッツだろ。あなたもここの選手ならきちんとルールを守りなさい。それと時々私の後をついてくるのもやめてください。気持ち悪くてたまりませんわ。え、そんなことしてるの？私の言うことが聞けないのならここから出て行ってもらいます。わかりましたね。女性の後をつけ回すなんて何考えてるのかしら。またかい、プロッツ。へへへ、すまんねマイケル、やかましい女を連れてきちまって。気にするなプロッツ、あの女いつも偉そうでどうにも気に入らねえよな。しかし、なぜあの女の後を？まあ、ちょっとな。さてと、また行ってくるとするか。なになに、なんか気になるんですけど。しょうもない旅行じゃないでしょうね。証拠りもなくまた出て行きやがった。立ち入り禁止の部屋、一体何なのか気になるわね。よ、ゴンザレス、調子はどうだ？絶好調も絶好調、軽くチャンピオン殴ってきたぜ。わかりやすい嘘をつくな。ところお前さん、闘技場の七不思議を知ってるか？え？闘技場の七不思議？この闘技場にはいろいろな噂があるが、その中でも特にミステリーなのが今俺が言った闘技場の七不思議なのさ。そりゃあ欲望渦巻く場所には曰くがつきものだよね。俺はその七不思議に興味があって闘技場をいろいろと調べ回ってるってわけだ。試合に集中しないで調べ物なんて珍しいやつだ。七不思議ってだけあって怪談話がしっかり7個あるぜ。俺はな、この七不思議は単なる噂話じゃねえと睨んでいる。どうなんだろうね。何か面白いことが起こればいいけど。あら、大変だよ。気晴らしに外に出てみたら何の騒ぎだ？キッチンカーの様子がおかしいよ。卵が勝手に動き回ってる？どうなってんだ？卵が逃げたのよ、誰か捕まえてほしいのよ。絶対あれ食用の卵じゃないわ。まったく仕方ないな。すばしっこくて全然捕まらない。あら。マリオ、寝ている今がチャンスよ。紙飛行機で飛び乗りましょう。あ、呪われてよかった。あの亡霊もこんなとこで役立ってるとは思ってないだろうよ。卵、確保。え、食べられたくないの？あなた。どうするマリオ？助けてあげる？僕はこの通り優しい善良な人間だから助けてあげようじゃないの。何かいいことが起こるかもしれないしね。下心しかねえ。飛び跳ねる卵なんて気持ち悪くて食べられないよ。もういいよ。さあ、もうどこへでも行きなさい。じゃあね。え、何？あなた、私たちについてきたいの？なかなか可愛げのあるやつじゃないか。特別についてくることを許可しよう。とんでもない化け物が生まれてきたらどうすんのよ。どうせならゴンババみたいな強そうなモンスターが生まれるといいね。というわけで卵を引き連れることになりました。このまま試合に出場して大丈夫かよ。一旦ウーロン街からゴロツキタウンに戻ったわ。え？なんで戻ってくるんだ？何か目的があるのか？
ふふ、目的はこれさ。ボムヘイくじ？一日に一回できるくじだよね。うわ、なんか微妙に惜しい。なるほど、マリオの目的がこの聡明な私にはわかったわ。ろくでもないことをしそうな予感。今日がダメでも明日はわからない。明日がダメでも明後日はわからない。つまり、本体の日付を変更しまくってくじの一等を当ててやろうってことなのよ。というわけで次回、マリオ、宝くじ一等当たったってよ。乞うご期待あれ。な、長い戦いになりそうだ。皆さんどうもこんにちは。昨日からすき家とフェイトコラボが始まり、数日間牛丼生活になる予定のうぷ主のミーです。早速昨日牛丼を食べてきました。好きな牛丼は3種のチーズ牛丼。毎度おなじみ霊夢ちゃんよ。指定されたセットを頼むと限定のカードがもらえるんだよな。そうそう、コンプできるといいな。それじゃあ今回もマリオ U デラックスを実況していくわよ。今回はお題モードに初挑戦します。挑戦してもらう方はこの方。え、もしかして。ヤミイカ。ああ、みんな久しぶりだな。我らがヤミちゃんに次々と出されるお題をクリアしてもらいます。今回は安心して見ていられるわね。ああ、どこかのポンコツとは大違いだからな。一体誰のことを言っているのかわかりませんが、それではやっていきましょう。腕が鳴るぜ。最初のお題は、踏んでか希望です。こいつらを連続で踏めばいいんだな。お見事だぜ。綺麗に柿が踏まれていったわね。これはウォーミングアップと言ってもいいでしょう。続いてはこちら。岩ヘムの上のノコノコさん。これもさっきみたいに連続で敵を踏めばいいんだな。ムササビ状態でうまく敵から敵へと飛び移れってことか。ねえねえこれって、ちょっとでも地面に足がついたらおしまい。その通り、一度でも足が床につけばその時点で即終了という厳しいルールだよ。このムササビ状態、意外と難しいな。確かに、操作を誤ると大変なことになるぜ。でもさ、初めてなのにうぷ主より安定してるよね。うぷ主なんて見てられないよ。この、そこまで言われちゃ私が。ダメだ挑発に乗るな。果たして闇ちゃんはどこまでポイントを稼ぐことができるのか。闇ちゃんよ、自分の限界に挑むんだ。できればこの辺で終わっていただきたいのですが。ノコノコが先に根を上げた。あ、これやばい。終了。くそ、あと少し早く着地できてれば。お次は、クリボーぴょんぴょんというお題です。連続でクリボーを踏み続けてスコアを稼ぐんだぜ。土管から出てくるクリボーを踏めってか。しかも雲のせいでクリボーが飛び跳ねてるわ。これは着地のタイミングを測りづらいぜ。クリボーをうまく踏めない場合はゲーム終了なのでお気をつけて。あれ、今回はうぷ主じゃない。うぷ主じゃなかったらまずいぞ。油断するなよみんな。どういう意味かな。あんた、みんなに舐められててなんかかわいそうに思えてきたわ。霊夢さんの顔がかわいそうって顔じゃないですよ。ということで闇の結果は2アップだったぜ。クリボーの変則的な動きに合わせるのが難しかったぜ。お次は壁に追い込まれた3匹のカロンというお題です。え、今回はムササビじゃないの。壁キックをうまく使ってカロンを連続で踏んでスコアを稼いでもらいます。これはかなりの難易度の高さだぞ。もう一回。一度踏んづけたカロンが復活するまで壁キックで待ってないといけないから大変ね。この壁の絶妙な距離感、闇ちゃん頑張って耐えるんだ。これはしよう、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 これはしよう。自信を洗脳してるぜ。カロン早く復活しろ。あの闇ちゃんでも連続壁キックは応えているみたいね。絶対に地面につくものか。カロンを踏んづけた後、体勢を立て直すのが一番難しいね。よし、カロンを壁際に追い込めたぜ。すごいわ、これで無駄なく壁キックして踏みつけができる。ということで闇ちゃんの結果は24でした。これでもまだ銀なのか。お次は私をゴールに連れてって、です。チョロプーをリフトに乗せてゴールまで連れて行けだって。あら、このリフトの数字は何かしら。ああ、これはリフトの定員だよ。1ってことはあと1人乗れるってことか。そうそう、もし定員オーバーしちゃったらリフトは毒の沼に沈むのさ。定員オーバーしないように、乗ってきた奴らを容赦なく倒してねってことだね。怖すぎる。ルールは理解したが、おいモグラ、なんで私の後を追いかける。惚れてやがるって、クリボーが乗ってきやがった。じゃあ、闇ちゃん助けて。闇ちゃんとんでもない奴に好かれたわね。闇ちゃんってすごく勇ましくて、とっても男前よね。なぜだ、どうして可愛いと言われない。いや、闇ちゃんもうゴールよ。ほら、あっという間についちゃったね。主、もっと難易度の高いお題を持ってきてくれ。え、やけじゃないよね。ってことで闇ちゃんのお題は次回も続きます。どんとこい。